今回は12月21日のアプデでカード追加されたノーマル鬼若月下を紹介するよ。計略は四季4で、味方の数が相手の数を上回ってるほど武力が上がる。上昇値は舞台差の数プラス3、さらに2舞台差以上で徐々に兵力回復。このリズム効果がかなり高めて、乱戦では早々落ちない強みがあるよ。6枚型なら4枚デッキへの対策に、7枚型にすれば相手が5枚で全員生存でも追加効果を得られるから、バラデッキで採用するカードになるよ。計略の強みと分かるシーンは1分40秒くらいから。死んだふりバレたか。まぐれ勝ちはない。行け。行け。大波になるぞ。かかれかかれ。それ波乗りだ。月はあっちにあんのかよ。流派発動。一の方じゃ、僕の代わりに戦ってください。僕は帰ります。任せな。勝ちがたい時は引く。なんだこれ式。とこんな感じ、相手の総援に対してもこっちの兵力が足りるほど。リジェネ効果は強くて1コスで投げ強化ができるノーマル近藤翔二郎との相性は良好。青勢力には気合の舞やキングダムの神といったわらむけカードがあるから、そういった相方と組み合わせるのが強いと思うよ。僕の代わりに戦ってください。僕は帰ります。流派発動。3の方行け。行け。行け。死んだふりバレたか。気が乗らないですね。それ流派発動。
肩。かかれかかれ。よく天気。戦ってください。僕は帰ります。任せな。軍略に達する者よ、俺に挑め。任せな。気に食わん。許さん。勝ちがたい時は引くまで。気が乗らないですね。6部隊揃ったタイミングで撃ちたいかな。6部隊揃ったタイミングで撃ちたいかな。老いも若きもここでは大変。懲りたなら覚えておくな。ご視聴ありがとうございました。